ピレネー戦争、ルシオン戦争は、第一次大仏大同盟によるフランス第一、共和制に対しての戦争のうち、ピレネー山脈を前線として戦われた戦争。カタルーニャでは、大戦争とも呼ばれる。フランス革命戦争中において、スペイン王国とポルトガル王国が共に反フランス陣営で戦った1793年から1795年に、 かけての戦争と位置づけることもできる。ピレネー山脈の東西、フランス領の通論、海上が戦場となった。1793年、スペイン軍が東ピレネーのルシオンに侵攻し、1794年4月までこれを占拠した。反撃に出たフランス軍は、スペイン軍をカタルーニャまで押し戻し、11月に大打撃を与えた。 1795年2月以降、東ピルネーの戦線はこ着状態となった。一方西ピルネーでは1794年からフランス側の調整に傾いた。1795年までにフランス軍はスペイン北東部の一部を占領するに至った。この戦争は少なくとも2つの残虐な面を持っていた。まずフランスの公安委員会は、 反革命軍に参加して、フランス軍の捕虜となったエミグレは全て処刑するよう、命じていた。またフランス側の将軍も、戦闘に負けたり、単に派遣議員の不況を買ったりしただけでも、頻繁に投獄されたり、ギロチンで処刑されたりした。この点において、東部ピレネー軍の指揮官たちや将軍たちが直面した、運命は極めて不幸なものだった。 1793年1月21日、フランスで国民公会がルイ16世を処刑し、ヨーロッパ中の王室を戦慄させた。この時点ですでにフランスは、ハプスブルク帝国やプロイセン王国、サルデーニャ王国と戦争中だった。ジュマップの戦いで勝利したフランス軍は、オーストリア領ネーデルラントを占領した。決起に流行るフランス政府は、 この現在のベルギーにあたる地域の併合を宣言し、イギリスとの断交を引き起こした。2月1日、フランスは、イギリスと、ネーデルラント連邦共和国に宣戦布告した。そして3月7日、フランスはついに、ルイ14世以来の名宝スペインに宣戦布告した。1793年9月18日から12月18日の、トゥーロン行為戦では、スペイン軍は、 イギリス軍と連合して、港の防衛を試みた。ジャック・フランソはデゴミエ率いるフランス軍に対し、防衛軍の指揮官は、スペインの提督フアンデ・ランガラ、フェデリコ・グラビーナ、イギリスの提督サミュエル・フット、将軍チャールズ・オハラだった。フランス軍が当時若年の砲兵将校だった、ナポレオン・ボナパルトの策を採用して、港の船へ大砲を打ち込み始めたので、防衛軍は、 トゥーロンからの撤退を余儀なくされた。フランス軍は14隻の戦列艦を失い15隻以上を打破され、犠牲者は2000人を数えたが、防衛軍の損害はその倍に及んだ。戦後、フランス軍は捕虜としていた2000人のエミグレを虐殺した。戦争が勃発すると、スペイン王カルロス4世は、アントニオ・リカルドスを東ピレネのカタロニア軍の司令官に任じた。 リカルドスはサルダーニャに侵攻し、1793年4月17日にサンドーランドセルダンを占領した。さらに3日後、彼はセレでフランス軍を破った。ルシオンを担当していたフランス軍司令官、マチュー・アンリ・マルシャン・ドラ・ウリエールは自暴自棄になって自殺した。4月30日、フランス政府はピレネー軍を東部ピレネー軍と 西部ピレネー軍に分割した。1793年5月19日、リカルドスはマスデウの戦いで、ルイシャルルド・フレール率いる東部ピレネー軍を破り、さらに23日にはベルガルドトリデを包囲した。このベルガルド包囲戦は翌6月17日にフランス守備隊が降伏して終わった。7月17日のペルピニャンの戦いでは、フランス軍が勝利したが、 ここでも被った損害は、甚大だった。8月28日、プッチサルダーで、リュックシメオン・オーギュスト・ダゴベル率いるフランス軍が、マヌエル・ラペニア率いるスペイン軍を破った。東ピレネー戦線における、重要地点9月、リカルドスは、ヘロニモヒロン・モクテスマとジュアンで高頭にそれぞれ部隊を与え、ペルピニャンの,砦の奪取り出のダッシュを命じた。しかし17日のペレストルトの戦いでは、 ユスターシュ・シャルルドスと率いるフランス軍が勝利を挙げた。これがルジオンにおけるスペイン軍の最新到達点となった。5日後、リカルドスはトルヤの戦いでダゴベルを破り、テック強国がフランスに奪回されるのを防いだ。また10月3日にはルブルデドス島も破った。10月13日から15日のテックの戦いでは、スペイン軍は、 ルイマリー・トゥーローを率いるフランス軍の強襲を撃退した。さらにリカルドスの下には、ジョアン・ホルベス率いる5000人のポルトガル軍部隊が加勢し、12月7日のビルデルモンの戦いで再びドゥストを破った。20日から23日にかけて行われたコリウールの戦いでは、グレゴリオ・ガーシア・デラ・クエスタ率いるスペイン軍が、コリウールの港とポールバンをフランスから奪取した。 しかし1794年3月13日に、リカルドスが病死したのを境に、状況は、フランス優位に傾いた。カタロニア軍司令官の後任には、アレハンドロ・オレイリーが任命されたが、彼も認知に赴く途上、リカルドスの死のわずか10日後の3月23日に、病没したので、ルイス・フィルミン・デ・カルバハルが、司令官となった。一方、 フランス側でも新たな東部ピレネー軍の司令官として、先のトゥーロン後為戦の指揮を取った名称、ジャック・フランソワ・デュゴミエが着任した。4月29日から5月1日にかけてのルブルの戦いで、デュゴミエはカルバハル率いるスペイン軍を国境の南へ追いやった。スペイン軍は大砲や荷車を放棄して逃げざるを得なかった。5月下旬、フランス軍はコリュールを奪回し、 エウヘニオ・ナバロ以下7000人のスペイン守備隊が捕虜となった。防衛戦に参加していたエミグレは、スペイン軍が降伏する前に釣り船に乗って脱出した。彼らは捕虜となれば間違いなく処刑されたためである。デュゴミエは5月5日からベルガルドを封鎖している。6月7日のラジュンケラの戦いでは明確な決着がつかなかった。 8月13日のサン・ロレンツ・デ・ラ・ムーガの戦いでは、ベルガルドの街を救出しようとしたスペイン軍を、ピエール・オージュローが撃退した。スペイン守備隊は、食料が尽きた後、9月17日に降伏した。11月17日から20日にかけて、ピレネー戦争のクライマックスとなる黒山の戦いが、勃発した。デュゴミエもカルバハルもここで戦死し、カトリーヌ・ドミニク・ドペリニョンが、 フランス軍の指揮を引き継いで勝利に導いた。まもなく、フランス軍は、フィゲラスとサンフェランジを落とし、9000人のスペイン兵を捕虜とした。戦死したデュゴミエの後を引き継いだピエール・フランソはソーレは、1795年2月4日に、ロザスを陥落させた。また、ペリニョンの公認として3月3日に、バルテルミルイ・イジョゼフ・シュレールが着任したが、 彼は6月14日にフルビアガー付近で行われたバスからの戦いで、ホセでウルティラ率いるスペインポルトガル軍に大敗を喫した。この後、フランススペイン両国間で和平が結ばれたが、その知らせが前線に届く前に、クエスタ率いるスペイン軍が7月26日にプッチサルダーを27日にベルベールを再占領している。 ボンアドリアン・ジャノード・モンセイ・ピレネー山脈の西側では、1793年に何度か小規模な衝突が起きた。ボンアドリアン・ジャノード・モンセイ率いる第5軽犯旅団は6月6日にアルデュードで、7月23日にサンジャンドリューズで戦っている。1794年2月5日、サンキュロット・キャンプの戦いにおいて、フランス軍は、 ホセでウルティラ率いるスペイン軍からアンダイへ近くの丘を守り切った。スペイン側の損害は335人、フランス側は235人だった。6月3日、フランスのクロード・ヴィクトル・ペラン率いる2300人の旅団がサンジャン・ピエド・ポールから 13.5km 離れたディスペギー峠の要塞を襲撃した。スペイン側の守備兵はサモラフ評連隊に所属する大隊。 アルデュードソゲ兵の3個中隊、フランスのエミグレによるレジオンロワイヤル大隊を含む1000人ほどだった。スペイン軍は94人が死傷し、307人が捕虜となった。フランス側の損害は警備だった。同日、ジャックル・フラン率いるフランス革命軍2000人の部隊はディスペキー・オーネを制圧した。1794年3月3日、サールやイチャスーなど、 フランス領国境地帯の9つのバスク人村落が革命政府により不名誉の落印を押された。これはフランス軍に国境警備を任されていた74人の若い住民がスペインバスク地方に逃亡したためである。残った全住民にこの逃亡事件の責任が負わされ厳格な処置が下された。3歳から88歳までの全住民が荷車に 囚人のように押し込まれ、ガスコニュのランドの森に連れ去られた。ここで彼らは、男女が隔離され、価値のある所持品は没収、焼却された。数千人が国外追放を宣告され、5ヶ月の間に1600人が死亡した。生き残った者の,の大部分は、数年のうちに故郷に戻ることができた。6月23日、ドンベンチュラカーロ率いる不評8000人と500機の、 騎兵、砲兵のスペイン軍がカルベール山山頂のフランス軍を追い払おうとしたが失敗した。スペイン軍は500人が死傷し34人が捕虜となった。一方フランス軍の損害は戦死30人、戦勝200人だった。7月10日、アントワーヌ・ダイガネット率いる4000人のフランスの旅団がエリソンドの南 10km のアークインズ山を守っていた。 サモラ不評体とレジオンドワイヤルを圧倒した。スペイン軍はエミグレの指揮官マルキド・サンシモンをはじめ314人を失った。フランス軍はここで49人の応答派捕虜を処刑した。西ピレネー戦線における重要地点7月23日、モンセ政アンリ・フランソワ・ラボールトやジャン・アンリギー・ニコラド・フレジュビル率いる師団からなる西部ピレネー軍が スペイン軍の要塞化した拠点軍を攻撃した。司令官はジャック・レオナール・ミュラーだったが、バスタン渓谷の戦いではモンセイが指揮を取った。エリソンド・ヤドネステベでの戦闘で、モンセイはスペイン軍を敗走させた。その後7月後半にフランス軍はビダソア側に沿って北上し、サンマルシャルとオンダリビアを攻撃した。後者の戦闘では、 モンセイは8月1日にドンビセンテデロスレジェス以下2000人のスペイン兵と300門の大砲を捕獲した。8月3日にはサンセバスティアンも抵抗せず解除し、1700人のスペイン兵と90門の大砲がフランス軍の手に落ちた。まもなくフランス軍はトロサも攻略し、モンセイは司令官に昇格した。1794年8月14日、 ギプスコアの議会は、サンセバスティアンのブルジョアジーの支援のもとに、ゲタリアに再結集し、フランス軍との間で緊迫した交渉が行われた。ここで、ギプスコアの評議会は、フランス軍の革命的な考えを受け入れるとともに、フェロに基づき正式に、スペイン王国からの離脱を請願すること、ギプスコアがフランスに忠誠を誓うこと、カトリックの慣習から解放されること、 状況に応じて戦時主張を置くことが取り決められた。しかし当時すでに後のバーゼルの和訳につながる和平工場が始まっていたことと関連してフランス軍中にいた国民公会の代表ジャック・ピネとジャンバティスト・カベニャックがこのギプスコアとの和平を蹴りギプスコア側の代表は投獄されるか逃亡した。9月13日に改めて別のギプスコア評議会が開かれ スペインをフェルナンド7世の助けを行うことが決まり、フランス軍に対抗するために、義勇兵が招集された。しかし、外交手腕でも上手であった門政により、正確な時期はわからないもののギプスコアの政府は再建された。一方、スペインの首都マドリードでは、ゲタリアで発された宣言の内容がしわたたく間に広まり、政府や新聞上で、バスク地方とその住民に対する、 激しい非難が起きた。それだけでなく、バイオンヌで旅修を受けた後のギプスコア代表たちに、対し、スペイン政府は、大逆罪や非愛国的行動の罪を着せようと、するなど迫害を加えた。10月15日から17日にかけて、モンセは、バスタン渓谷からいっぱいに得た峠に至る、長大な前線からパンプローナに向けた攻勢をかけた。 オルバイセタの戦いでは4万6千人のフランス軍がペドロ・テジェス・ヒロに率いる1万3千人のスペイン軍を破った。スペイン軍の損害は4千人と大砲50門でフランス軍の損害は不明である。オルバイセタやウヒの軍事工場やスペイン海軍の保の倉庫があったイラティなどもフランス軍の手に渡った。しかし、冬が近づき人中で薬病も発生したため、 フランス軍はその年いっぱい進撃を中断せざるを得なくなった。11月7日にベルガラで1794年最後の衝突が起こり、フランス軍はカエターのピニャテリ率いる四4000人のスペイン軍に対し戦士150人、捕虜200人、大砲一門度格という損害を与えた。この時ベルガラはフランスの支配下に置かれたが、 半島戦争中にワブリエルでメンディサバル依頼た、率いるスペイン軍が脱海することになる。冬の間に、モンセイは、帰化の軍を再編成していた。この軍は、戦闘や薬病で3000人を失っていた。工場兵器を確保し、翌1795年6月に、西部軍から12000人の援軍を加えられたモンセイは、6月28日に攻勢をかけ、 クレスポのスペイン軍を追いやった。フランス軍は7月17日にビトリアを19日にビルバを攻略した。モンセイがエブロ川を渡りパンプローナを攻撃しようとしていた矢先8月上旬にバーゼルの和訳が成立したという知らせが届いた。バーゼルの和訳の結果フランスとスペインの戦争は7月22日に終結していた。この時点で門政率いるフランス軍は パンプロナの入り口に迫っており、バスク人は両国の板挟みになって、自治を剥奪されることを恐れていた。一方スペイン首相、マヌエル・デ・ゴトイも、バスク地方の大部分がスペインを離脱して、フランスに属する可能性が高いために、パニックになっていた。最終的に、スペインは、カリブ海のイスパニョーラ島の東部3分の2を放棄する、ことと引き換えに、 ギプスコアを手放さずに済んだ。さらに、モセイや公安委員会のジャンランベールタリアンの依頼により、スペイン政府は戦争中に、フランスに忠誠を誓ったりなびいたりした、ギプスコアなどのバスク地方に対し報復措置を取らない、ことも条文に盛り込まれ、スペイン側はこれを受け入れた。しかし、実際には、少なくとも三 セバスティアンの市評議会議員が逮捕され、1796年2月にパンプローナで開かれた軍法会議にかけられるという事態が起きている。1796年8月19日、フランスとスペインは第二次産イルデフォンソ条約で同盟を結んだ。これは全面的にフランスの勝利といって良いものだった。ピレネー戦争ではポルトガルもスペイン側として参戦しているが、 フランスポルトガル間での講話は行われていない。ありがとうございます。